ちのじゃないよ。ケちゃんの物語は、まさちゃんがうちのかな。エンジンの中央に出てくるきらびやかな衣装を身につけた踊り手たちによって演じられます。はじめにラーマ王子とシータ姫、そしてその後森の中で金色の鹿も出てきます。金色の鹿を追いかけてラーマ王子は森の奥深くに行ってしまいますが、残されたシータ姫をラバナ王という悪の国の王様がさらっていってしまいます。ケチャはシータ姫を救い出そうとラーマ王子と弟のラクサマナ王子がラバナ王の軍勢と戦うという様子が描かれています。途中でさまざまな動物たちも出てきますので、どうぞごゆっくりご覧ください。お待たせいたしました。それでは準備が整いましたので、ただいまから第44回ケチャ祭り4日目のケチャを上演いたします。邪魔しちゃうからさ。
Thank you.
そう、まくるくらいよ。なんともすばらしいなんだろう。よくエスタカを隠した。Yeah.
ってたけど。